受けています。高得点464点。強烈なサーブ、ネットイン。さあモギに上がっている。いいサーブになる。モギに見事。モギに勢いをつけたいところ。さあこれも返せるか。ムセルスキー、モゲニ、最後決めたのはモゲニ。ラリーを制しました。リベロの久保田も対戦。タイムアウト明け、今度サーブ続いています。モゲニ、少し緩い形で上げていった。モギニを使う機会となっています。ミセルスキー、サメブロック。モギニ見事に得点。モゲニ2枚ブロックの上を人からモゲニ2枚ブロック。さあもう一度モゲニだ。今度3枚ブロックの後ろ、モゲニ続く展開で始まります。モゲニ拾っているがここは返せない。青い、少しこちらが剣矢、高く上がる。モゲニタッチがありました。点差を2点に広げました。藤中健也のサーブが続きます。モゲニ、ここはモゲニが得点を挙げます。このセットは先に20点に乗せてサーブでも能力を発揮しました。モゲニ2枚ブロックから、ここはモゲニが セルスキーのサーブが続きます。これも高く上がる。モゲニ、出場です。ダイレクトで押し込む。これは入っている。ノータッチエース。これはダイレクトで返ってくる。モゲニがアタック行きます。大分三好、得点の大谷のサーブです。モゲニ、これはタッチがありました。緩いサーブダイレクトで返した。ネット際モゲニ、クイックブロック、これも上げている。モゲニ、これも入っている。最後決めたのはモゲニ。2枚ブロックの外、内中健也、モゲニ、ここもモゲニが決める。
強烈なサーブ。モゲニ、ここは少し乱れたか。そのモゲニがサーブに下がります。今日はサービスエース2つ、これも入っている。ノータッチエース。さあ3つ目のサーブ、前では複数点サーブで上げただけに、アラインがここからどういう活躍するか。さあモゲニだ。本点を追いかけるサントリー。モゲニ、これは入っている。これで24-19とセットポイント大分三好。モヤのサーブ緩く入っていく。モゲニ、ここは最後はモゲニが決めて高く上がる。ムセルスキーブロック。さあまだ続く、もう一度ムセルスキー。あ、ここは押し込んだ。モゲニが押し込んだ。強烈なサーブになる。さあモゲニ、これ流れを切っていったのはモゲニ。あ、5点のリードを取って大分三好、テクニカルタイムアウトになります。ネットイン、モゲニ、勢いというのがあります。モゲニ、さあそしてここでモゲニ同点までしたが、ここでリードを奪ったのは再び大分三好。モゲニ、では